明石市も私が市長に就任した11年前はすでに人口減少始まっていましたそれが下げ止まって今9年連続人口増過去最高人口を更新続けておりついに中核市60を超える中核市の中で全国一位の人口増加率になっております出生率も上がり2018年度は1.70まで上がってきておりますしっかり子供に力を入れたら出生率は上がるのは明らかであります委員長泉参考人で、委員長から 忌憚のないご意見をと言っていただきましたので、忌憚なく意見を言わせていただきますので、皆さんご理解よろしくお願い申し上げます。お手元の資料に沿ってお話しさせていただきます。あのもう長らく日本は少子化の加速や経済の停滞と言われておりますが、その原因の一つはやはり、私たちの社会が子どもに冷たすぎるのではないかと思えてなりません。子どもを本気で応援すれば、人口減少の問題に歯止めもかけられますし、 経済も良くなっていくと私はそのように考えております実際上赤石市では決断をして実行したので良くなってきています 実際の赤橋市がどのような取り組みをして、今どんな状況にあるのか、そしてその今後どうしていくのかあたりをお伝え申し上げ、ぜひあの議論の参考にしていただければうれしく思っております。よろしくお願い申し上げます。3ページご覧いただくとありがたいんですが、赤橋市は子どもについてあれもこれも施策展開をし、人口増、そして地域経済が活性化しております。本当にうれしい限りであります。ではどんな施策をしているのか、6ページであります。赤としてはいわゆる 経済的な施策としての負担軽減のための無料化もしておりますが、それだけではありません、必要なのはお金だけではなく、寄り添う、そういった施策も必要であり、この両方をしているのが赤獅子の特徴の認識です。まずは無料化の方からです。赤獅子独自の5つの無料化と銘打っておりますが、すべて所得制限はありません、すべての子どもを等しく対応するのが特徴で、例えば医療費については、18歳まで完全無料です。 市外の病院も無料薬代も無無料料薬代ですお金はいりませんなぜなら先に税金や保険料で国民の皆さんから預かっていると認識でありますので、明石市はお金を取りません。保育料は2人目以降、完全無料です。3人目も4人目も、子どもの年齢も関係ありません。そんなせこい要件は貸しません。おむつについては1歳まで無料で家にもお届けします。給食費は中学校まで無料。遊び場も親子ともみんな無料にしていっております。 加えて次のページであります。加えて寄り添う施策、アカシでは養育費を立て替えて払っています。親子の面会交流で別居している親子のまさに時間を作っています。戸籍のない子どもについて支援もしております。児童扶養手当は毎月支給しています。そして子ども食堂はすべての小学校区にあります。児童相談所の改革で第三者の審査も国に先立って実施しております。これら全部全国初です。 自慢でできることではありません世界でのグローバルスタンダードが日本だけやっていない政策ばっかりなんです。 日本がしないからやむなく明石市がグローバルスタンダードの施策をしているだけでありまして、私としては子どもに対して申し訳ない気持ちで、おそまきながらやっているという認識であります。これらの施策、ぜひ国でもやっていただきたいと思います。加えて、コロナ禍においてでありますが、ページ数15ページ以下になりますが、明石ではコロナの状況の中で、大学を辞めかねない学生に代わって、100万円上限で本人と親に代わって大学にお金を振り込めました。 おお親も金がありません、子どももない、だったら行政が100万円までは持つと、そ,そして就職した後ぼちぼち返してもらうということもやりました、高校の進学も大変なので、給付型の奨学金も作り、1億円以上の予算を計上しております、一人は家庭には国に先出し5万円の上乗せもしましたし、10万円支給につきましても、所得制限は当然撤廃しております、生理用品につきましては、本年度からはすべての一律の。 小中高校予防学校のトイレに生理用品を常備しております、こんなことは他の国ではやっていることなんです、これぐらいのことは子ども家庭っとおっしゃるんだったら、ぜひ次年度以降に具体化していただきたいと、切に願う立場であります。加えて21ページ、赤石市では少人数学級化も先立ってやっておりますすす小中一貫校ででははは全学年30人学年人級をを実現しております金はかかりまま金金かかかけけどど子もにるべきなんです。 学童保育につきましても、教員免許のある者が半分以上おりますし、研修についても全国の中核地で初めて自ら研修を実施しております。人がいなければ育てるということだと思っておりますで。こういったことをいっぱいした結果どうなったかが23ページになります。こういった子どもに優しい施策をすることによって何が生まれたか安心です。えー、24ページご覧ください。 明石市民で住みやすいという方が9割を超え91、91.2%が住みやすいとお答えいただいております。生活満足度の民間調査だと、関西1位、全国戻りたい町ランキングはついに全国トップに躍り出ております。つまり、こういった町こそが住みたい町なんです。実際どうなるか、次のページです、人口です。明石市も、私が市長に就任した11年前は、すでに人口減少、始まっていました。 それが下げ止まって、今、9年連続人口増、過去最高人口を更新続けており、ついに中核市、60を超える中核市の中で、全国1位の人口増加率になっております。出生率も上がり、2018年度は1.70まで上がってきております。しっかり子どもに力を入れたら、出生率は上がるのは明らかであります。そのように思えてなりません そして次のページ、27ページに入ります。こう言って、人口が増えると、人気の高まる街になるとどうなるか、人がやってきます、住む人も増えるのみならず、来る人も明石は7割も増えております。その結果、今、進展なしで、明石周辺はどんどん飲食店が増えてきております。地域経済は活性化し、コロナ禍なのに昨年では過去最高利益を叩き出しております。 地価も上がり例えば赤石駅前のマンションは5年前の新築マンションが今中古で2倍の価格で売買されておりますこういった状況に赤石は入りましたそしてそうやってお金が動き始めますと何が起こるか税収が増えます次のページであります赤石は税収が8年前に比べ32億円増えております貯金につきましても私が市長に就任したときどんどん減って70億円でしたが今121億円赤石はあらゆることに お金を使っておりますが、それでも50億円積み足しているんです。そして財政は健全化し、兵庫県がで最も実質交際比率がいい市になり、今もトップレベルレーです。繰り返しお伝えしますが、お金がないからせっこいことするんじゃなくて、お金がない時こそ子供に金を使うんです。そうすると 地域経済が回り始めて、お金が回り始めることをぜひお伝え申し上げたいと思います。こういった税収が確保できましたので、次のページです。明石では子どものみならず、高齢者、障害者、犯罪被害者や LGBTQ+ プラスのテーマについても、全国初の施策が展開できております。つまりお金ができてきたので、子どもだけじゃなくて、みんなに優しい街が作くれたということだと理解をしております。では え、こういったことをするにはどういったことが必要だったかを次からお伝え申し上げます。三十一ページです。五つのポイントにまとめております。まずは発想の転換です。 子どもを応援するのは子どものためだけではありません。私も含めたみんなのための施策と、この発想の転換が一番大事だと思えてなりません。そして組織の連携、予算の倍増、人の育成、地域の協力、この5点をお伝え申し上げたいと思います。改めて発想の転換です。33ページに記載しております。すべての子どもたちを町のみんなで、本気で応援すれば、町のみんなが幸せになる。ポイントは特に大きく2つです本気です。 不利ではないんです。もう不利をやってやれる時代ではありません。本気で子どもの応援をするんです。そしてそのことが、まさに国民みんなのためだということを語るということが、私は大変重要だと思っている立場であります。次のページに行きます。す。ページです組織の問題に入ります。 これはまさに子ども家庭庁の問題でもありますが、赤石市でも同様に、最初に組織から実は入りました、私が市長に就任したのは11年前の2011年、その翌年の2012年に、赤石市でも子ども未来部という組織再編をしております、ただ、ポイントは、組織再編に加えて、条例を改正し、幼稚園の権限や図書館の権限を教育委員会から市長の方に移しました、これ、ポイントなんです。 そうすすることによよってりり連携が強化でできたわけでありますその結果、次のページになりますが、例えば明石市では、公立の幼稚園の中に、民間保育所を余裕教室の中に入れました、ドッキングしたんです、そして公立幼稚園はすべて子ども園会に向かっている状況になりました、まさに連携強化ができたことです、そして小学校につきましても、明石の小学校の中で、地域のボランティアの子ども食堂が実施できています。 またもう一つ、児童相談所の一時保護所から明石では、元いた小学校、中学校に当たり前に通えているんです。日本で明石だけです。でも、世界では当たり前です。なぜできたのか、学校と連携してるからなんです。加えて警察も連携するから、リスクの回避軽減を図っているからなんです。みんなで力を合わせたら、それぐらいのことはできるわけであります。ぜひ、これも国の方で制度設計をお願いしたいと考えておるところであります。少し飛びます。39ページに入ります。 えー、ぜひ国の方には連携をお願いしたい、子ども家庭庁は私は基本的にはいいことだとは思います、もっとも、えー、厚労省と内閣府のドッキングだけで済むわけがありません、大きく3つ、当然、文科省との連携強化が必要ですが、さらに加えて、関係省庁、法務省、警察庁、総務省、財務省などなど、あらゆる省庁との連携強化が必要であり、加えて、 行政のみならず、司法や立法とより連携を強化していく、特に裁判所のテーマにつきましても、ぜひ連携強化をお願いしたいと考えておる立場であります。そしてもう1点、今の話はいわゆる横の連携の問題です。次に縦の問題に入ります。国、都道府県、市町村、このテーマであります。えぜひ国にお願い申し上げたいと思いますが、残念ながら法律上は国と地方は対等というふうに言われておりますが、実際そうはなっておりません。 本当に私、自身も本当に悔しい思いをしてまり、例えば赤石市では、子どもの医療費の無料化をどんどん拡充、図って、18歳まで無料化しました、何が行われたか、国による嫌がらせです、1800万円も国のお金を減らされています、どういうことですか、国は地方を応援するんじゃないんですか、子育てに頑張る地方に対して、周知するようなことやめていただきたい、本当にそ切に説お願いしたいと思います。 加えて、地方財源については、地方の特性に応じて自由にお金を使わせていただきたい、養護の無償化はもちろん賛成ではありますが、その財源は国の責任でやるべきであって、地方消費税の増税分を勝手に子どもの貯金箱から金持ってくるほどやめていただきたい、お年玉の使い道は子どものためだからといって、親が決めるものではありません、子どもの使いたいように使えるようにする、地方の判断に任せる、このことはぜひお願いしたいと思います。何ががポイントか子供がど真ん中ということ とは誰が一番近いんですかというテーマです子供に近いのは市町村です一人一人の子供の顔に向き合えるのは地域であり市町村なんです子供を大切にするんであれば是非地域や地方を大臣にしていただきたい国が上ではありません国が上でその下に都道府県そのまた下に市町村だったらその下に子供ですか違うと思うんですど真ん中に子供そのすぐそばに市町村地域そして都道府県が応援し国が ある意味、財源の責任を持つということをぜひお願いしたいと考えております。続きまして43ページです。お金の問題です。明石市では私が市長に就任する前に比べて、子どもの予算を倍増しました。言葉通り倍増です。126億円だった予算を今は258億円、まさに倍増したんです。だから明石は子育て支援ができるんです。気持ちだけでできません。金はいるんです。どうして作ったか。うちは家計が発行できません。 国債も発行できないし、保険制度も作れません、やりくりでやったんです。でこのことは赤字だけではありません。次のページ、赤字周辺も続々と赤字同様の施策に今、転嫁していってるんです。地方だって金に余裕があるわけではない、それでも把握しばってやってるんです。ぜひ国の方になお一層の子育て支援をお願いしたいと、説明願う立場であります。 お金もいるし、人もいります。明石では人の育成に力を入れておりますが、えー、実際、子どもを担当する職員数、39人から135人、今、3倍以上に増やしています。ちゃんと子どもに寄り添える人がいなかったら、物はできません。でも数だけではありません。大事な質です。人については数ではなく、より重要なのは質。そのために明石市では専門性のある職員、例えば弁護士も10人以上常勤で配置しているところであります。 児童相談所も国の基準を上回る2倍以上の職員配置で明石は児走をスタートしました、なぜか、国のルールを守っていた子どもが死ぬからです、どうしてこんなに子どもが死に続けるのか、国のルールが間違っているからです、国の基準どおりの人数でできるわけないんですよ、今の状況。 そもそもの基準がおかしいんです、なので赤石市では、国の基準を守らずにというか、2倍以上の食品配置で、自走頑張っているんです、それでも大変なんです、本当にここは抜本的な児童相談所の充実化をお願いしたい、そして人についてはいなければ育てるしかないんです。 赤市では全国2か所目の研修センターを自ら作って、今、全国にオンライン配信で研修をしております、こういったこと、本当に人を育てることを早く始めてほしいと願う立場であります。次に地域の協力です。物事をするには地域の協力がいります。赤市では町中で取り組んでおります。その結果、すべての地域で子ども食堂が立ち上がり、里親についても、5年前に比べてもう2倍以上に里親の方、増えていますやればでできるるといいうのを実感している立場であります。 最後に提案であります54ページ、まずは発想の転換、そして子ども家庭庁こそ連携が必要、予算は次年度から倍増、そして速やかに3倍増、将来っていつでしょうか。 来年から倍増をぜひお願いしたいと思いますもう待ったなしの状況ですそして人の問題についてはいろいろ議論がありますが私としてはやっぱ国家資格も含めたさらなる検討をお願いしたいと思っておりますそして子ども食堂を含めてでありますが地域に任せないでください任せられたって自分で笑言って続きませんちゃんと教 そういったボランティア活動にも公的な助成、しっかりそれは必要だと、私の方からお願い申し上げたいと思います。最後の最後となってまいりました、55ページ以下でありますが、改めてお伝え申し上げたいこと、すべての子どもたちへの支援をお願いしたい、特に所得制限の問題です。所得制限をしたら予算は減ります、少ないお金でできます。でででも効果はは薄いですそうではなくて 所得制限をかけない方がむしろ出生率も上がり、経済も良くなるんです、お金はかかりますけど、より効果は大きいんです、今の判断、大事なのは、せこいお金じゃなくて、思い切ったお金で、本気の子育て支援策だと思えてなりません。加えて、子どもは子どもであって、親の持ち物ではありません。親によって親の荷物ではないんです。もし所得制限かけ続けるんだったら、これからは親ではなく、子どもを基準にしていただきたい。 有名な子役以外はみんな所得制限以下ですから、子どもは稼げないんですから、もうぜひその点はお願いしたいと思います。そして子どもの意見を聞くことについても、えー、改めてお願い申し上げたい。最後のページになります、59ページ、今日お伝えしたいこと、改めてお伝え申し上げます。子どもを応援すれば、みんな幸せなんです。子どもや子どもの親だけじゃないんです。 お年を召した方や幅広いみんなにとって、そして私たちの社会にとって、いいことなんだという発想の転換をぜひお願いした、そして5つのポイントで特に重要なのは、子ども家庭庁というのは二の組織の問題です、それに先立つ発想の転換、そして加えて、何とも言いますけど、金もいります、人もいるんです。気持ちだけで物は動きません お金はつけてください。人は育ててください。そして、地方や地域を大切にしていただきたい。そのことをお願い申し上げ、私の陳述いたします。子どもの未来は私たち自身の未来であり、子どもの未来は日本社会の未来だと本気で考えております。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。